来月の県議会議員選挙に向けて、県は投票用紙を119万1300枚、展示用1500枚を印刷していて、今日午前、印刷会社から19市町村分の投票用紙が発送されました。このほか7つの市町村には担当者に直接手渡され、今月27日までに離島を含めたすべての市町村に届くということです。県議会議員選挙は来月7日に告示され、16日に投開票されます。